届いて、早速ね、ここのゲートをもう削りましたよ。もうこれで転売はできないよ。まあしないけどね。でこれを削るとね、これが入りやすくなるんですね。ここよいしょ、やってみますか。こうやって2つ持ってこうやって、難しいぞ。こういうことか。まあまあ入りやすくはなったね。ちょっとこういう感じやね。これで入りますからね。いいね。これで入る。いいね。ということで、もうこれは削って、ちょっとこう、クワッドロード、やりやすいようにしました。これはまたね、ちょっと練習していきます。はい。よし、これは、じゃあちょっとこっち置いとこう。今日は、このメンテをしていくんですが、まあこれ僕と同じ年の、電話です。ちょっとね、壊れてないんだけど、まあ、この型の動きが鈍いので、ちょっと一回、調整してみようかな、と思ってます。やっていきまーす。はい、まあ、ちょっとバラして、まあ、足がねもう接着みたいになってるんで、バラせなかったんですけど、ここの腕にね、シリコンスプレー、まあ、刺しただけで、まあ、かなり動きが良くなったんで、あとはちょっときれいに掃除してまた部屋に置きたいと思います。これ、まあ書類入れですね。これをまあちょっと最低限の汚れだけ取っていこうかなと思います。いい感じにくたびれてるので、まあ、軽くちょっとだけメンテしましょう。はい、終わり。もうね、終わりです、はい、ちょっと仕事の書類入れで使おうと思います。最後はね、これです。これ何なのって言われたらね、わかんないです。多分海外のここネジがついてるから、でここパッキンがついてるんですよ。パッキンだからね、多分冷蔵庫かなんかの扉ですね。海外のヒンジがここについて、長板がついてて、多分こうなるんじゃないかな。で、そう、なんか扉が閉まるようになってますね。はい、でこれはちょっとね、傷が入ってるんで、こういうこの傷をね、ちょっと消していこうかと思います。やれるかな。
これ、この傷、これをね、消していきます。今日の晩ご飯はホットサンドに、もう彼氏の中で作業してるんで、うちに持ってきてもらいました。いや、この中で、この彼氏の中で食べるとか楽しいというか、美味しいというか、やっていこう。はい、綺麗になりましたね。もう傷もね、大体消えました。うん。で、この後ろにね、 LED テープを入れてって光らせます。まあね、ちょっとこれ可愛かったんで、ちょっとね、インテリアにしておこうかなと思います。よいしょ。今日はこれ3つをね、綺麗にしたり、修理しました。うん、バッチリ。よし、これでまた、これのちょっとまたカスタム風景を動画にしよっかな。興味ないだろうけどやります。これがどんな風になるかお楽しみで。こっちはね、もう映せないぐらい散らかってます。今頑張って片付けよう。今日もくだらない動画を見ていただきましてありがとうございました。よし、いいね、いいよ、かわいいよ、かわいい、かわいい。